まずは石油やよね。石油、うん、石油とかエネルギー関係の高騰ね、はい、電気代とかも高騰すると思う。次にね、考えられるのが普通の、食料品の値段が上がるよね。野菜とか果物じゃなくて、うんうん、食料危機が起きると思ってる人が食料危機を起こすっていうことがあるのよ。起こす、うん、うん、こんにちは。こんにちは。どうも。どうも、岩崎です。ついに来たね。なんだ花粉が。おお、ちょっと来てるね。ね、うん、目がショボショボします。目がショボショボして鼻がムズムズします。はい、まあまだ本気じゃないけどね。そうね、うん、うん、パパはだいたい桜が咲く頃にまで、花粉が続きますが、ですな、うん、まあ今日はですね、はい、今日はまあまずほうれん草を詰めてるんですけど、はい、いつものごとく、はい、まあそれはさておき、ちょっとね、ウクライナの侵攻、うん、ロシアがウクライナにちょっと結構、ね、入っていきましたんで、大騒ぎですな。そう、それに関して日本の農業と食卓はどうなるかっていうのを、やん、何の専門家でもないただの私がちょっと考えてみました。なるほど。まあ当たるかどうかは知りません、はい、でもまあこういうことが考えられるんじゃないかということで、はい、まあなんか言うとんなこいつみたいな感じで見てもらえば、うん、ですね、まずね、ロシアという国がですね、はい、まあ、大国のように思われてますが、うん、うん、昨日のひろゆきさんの配信を見てると、はい、韓国より経済力したらしいな。あ、そうなの、うん、経済規模で言うと、うん、第10位が韓国で、第11位がロシア、うん、GDP かな。で、その下がブラジルみたいな。あ、そうなの、うん、だからめっちゃ大きいのに、うん、国土が広くて核兵器持ってるから大国のふりをしてるだけで、実はそんな大した規模の国ではないという現実があるみたいね。現実でね、もうね、うん、現実でね、うん、で、まあそれでもね、あんな戦争を起こすということはちょっと、ね、もう気違いじみてるんでね。ああいうことをする国にはちゃんと制裁はしないとダメかなと個人的には思いますが、はい、まあでもまあそれはさておき、日本とね、うん、ロシアはどういう関わり合いになってるかっていうとですね、うん、基本的に日本が経済援助をやっぱりいっぱいしてるみたい。ロシアに？うん、ほら安倍さんが首相の時、安倍総理大臣の時に、うん、北方領土を話し合いで解決するためにいろいろ経済協力したみたいで、はいま、はい、だに北極の天然ガスの油田開発とか、うん、日本の企業なり銀行がお金出してやってたりするのがあるらしいよ。うん、そういうのもでもね、やめてしまわないといけないよね。うん、基本もロシアだから経済的には大したことない国なので、何をしてるかというと資源を売ってる国なのよ。だから、石油が第3位か、うん、で、あとは天然ガスか。天然ガスは 何か知らんけど、ヨーロッパなんか売ってるやん。うん、で、ね、パイプラインがヨーロッパの方行ってるし、うん、日本もそのパイプラインはないんかな、知らんわ、その辺は。でも日本もね、だいたい石油の、何パーセントとか、5% ぐらい、まあ、都市によってぶれるけど、うん、はロシアから輸入してるらしくて、そうなんだ。で、天然ガスも 8% から 9% ぐらいはロシアから輸入してるんですね。うん、だからまあそういうのも、ね、止めないといけないとは思うんですが、うん、ね、やっぱり悪いことというか、そういう今の時代に侵略をするような国がさ、ね、あって、それをそのままね、普通に認めてしまうとさ、うん、日本の周りにもややこしい国がいっぱいあるから ね、 そういうところがね、これでええんやと思ったらいかんから、やっぱりこういうことしたらみんなで制裁をするっていうのはしなきゃいけないよね、うんうんうん、まあ、それはさておきですよ。で、ね、まあだからこの今回のこれで直接で農業に関してとか、うん、食卓に向けて何が起きるかというと、まずは石油やよね。石油、うん、石油とかエネルギー関係の高騰ね、電気代とかも高騰すると思う、はい、だからほら、ちょっと前に食料危機の動画で言ったけど、食料危機より先にエネルギー危機が起こるよと、うん、もう現実にすぐ起こるよね。そうね、まあ、危機というまではいかんかもしれんけど、でもかなりの値段は上がるんじゃない？今すでにだ高いのに、うんうん、ますます
まあ、だからロシアがさ、石油第3位の産油国っていうのもあるしさ、まあ、ロシアが止まったら全体の値段は上がるよね。そうだよね、うん、やっぱりね。だそうするとガソリンも上がるし、重油も上がるし、うん、で、肥料もね、そうそうそう、まあ、もっと上がるかもしれんよね。うん、ね、うん、あとはこれね、これ袋包装資材、はい、これも現実にも来月から上がるの。上がります、うん、来月っていうか今月、もういや、まあ近いうち、3月、4月、もう3月、うん、近いうちにもう 10%、15% 上がります。だろ、うん、だからまあこれも石油製品やからね、はい、まあ、そういうことで、いろんな農業をする上でのコストは上がっていくやろね、うん、うん、次にね、考えられるのが普通の、あの、食料品の値段が上がるよね、野菜とか果物じゃなくて、うん、お米じゃなくて、うん、っていうのは小麦が上がるのよ。小麦、小麦、小麦っていうのはね、ね、ロシアは第、これも3位かな、うん、で、ウクライナも第7位の生産国なの。噛んでんのか。あの辺ね、昔チリで習ったことあって覚えてる人あるかもしれんけど、うん、チェルノーゼムって言って、うん、あの、穀倉地帯なのよ。へー、うん、あの、肥沃な大地なのよ、あの辺は、うん、だから小麦の大産地で、へー、でもあの辺がまあ混乱が起きて小麦が取れなくなると、うん、世界的には小麦の値段が上がるよね。で、日本はね、アメリカとカナダとオーストラリア、うん、この3カ国からしか輸入してないんやけど、はい、ただだからまあ日本に入ってくる小麦が止まるということはないのよ。ない、はい、ないんやけども値段は上がるな。それ上がるよな、全体としての値段が上がんねんからさ、うん、だからまあパンとか うどんとかラーメンとか小麦製品みんな上がる、ね、多いよね、小麦製品ね。それは多いよ、うん、で日本はさ、もう日本の国で小麦を作ってないのよ、基本、うん、政策的に、うん、っていうのは作ってもコストばっかりかかって、うん、もうそれも海外で作った方が良質で安いものができるということからもう作ってないのよね、根本的に、政策的にね、うん、まあ、これをまた日本で作らないと言ったって作りきれないと思うよ、うん、日本では小麦はね、うん、米はね、日本で作るようにしてるけど、米は結局そんだけの大産地がよそにないからね、はい、はい、うん、まあ、しかもジャポニカ米やからね、ちょっと種類が違うから、うん、そうね、うん、でだからまあ小麦がちょっとしんどくなるかなって、このだから石油と小麦の2つが影響を受けんじゃないかなって、まあこれは素人発想やけどね、現実どうか知りませんけどね、はい、うん、なるほどね、うん、まあそんな感じになるんじゃないかなって、パパ予想、うん、まあ外れるかもしれないけど、うん、でもまあ石油と小麦の値段が上がるっていうのは多分、うん、もうすでに上がってるし、ね、上がってる、うん、実際に上がると思う、そう、うん、でね、ここからね、はい、あの、また食料危機の話になるね。食料不足とか、はい、まあ基本でもね、この今回のウクライナの侵攻によっての食料危機は起きないと思います。値段は上がるけど、はいはい、なぜならば食料っていうのはさ、もうある程度どんだけどこで取れるかっていうのはもう読めるからね、はい、うん、それを突然止められるっていうことも、もうとりあえずだから中国とかさ、あの、そういうとことは食料の大事な部分をやり取りしてないよ、うん、うん、だからまあその辺は大丈夫かなと思うのよね、うん、でもね、食料危機がね起こるっていうのが、考えられるパターンが一個だけあるんですよ。ほう、これはね、食料危機が起きると思ってる人が食料危機を起こすっていうことがあるのよ。起こす、うん、うん、食料危機が起きる、食料不足が起こる、だから買い占めなきゃ、やった、これやってしもたら、うん、たちまち、品不足になる。確かに、うん、震災の時にもあったやん、あのトイレットペーパーとかさ、うん、あとはあのガソリンスタンドのガソリンとかさ、そう、そういうのを買い占めに走った瞬間、まあ、それなりにね、あの政府なり、食料品会社なりに、うん、在庫やらストックはあるのに、うん、一般の庶民が普段しない在庫を抱えようとして、うん、備蓄やーって買い占めに行ったら、うん、たちまち逼迫すると思うよ。トイレッシュとトイレットペーパーは本当に難儀したるわ、うん、いや、ほんまね、そういうね、だから、うん、そんなね、無理に買い占めはしないという、はい、逆に備蓄しないという発想の方が安全やと思う、うん、安全ですよ、ほんまにほんまに。だって現実にさ、今すでにね、すぐに食料不足なり食料危機は起きないんやから、はい、今すぐには、はい、な、それは5年後10年後は、まあ、なんかあるかもしれへんね、はい、うん、それはまあ、ね、
5年後10年後にどっか日本の周りで有事が起きたりとかな、はい、そういうことがしたらまあ起きる可能性はあるけど、うん、今この今年は起きることはまずないと思うね、うん、そこでやれ備蓄やとか言うて買い占めに走るという行動が、うん、でもしか誰かがあの煽ってさ、うんうん、デマで買ってしまったとかさ、ね、うん、そういうことになったら食料危機は起きるかもしれないね、確かに、まあ、短期的なもんやけどね、うんうん、まあ、だからほら一時のバターが足りないとかさ、はいはいはい、うん、そういう局地的に何か起きるかもしれないよ、うんうんうん、まあだからね、基本的にはあの賢い消費行動をしてるとあの値段は上がるけど物がなくなるということは当面はないので、はい、うん、だからあの食料危機やとか煽られてその変な備蓄をしないことですね、はい、だから本当にあの食料危機が来ると思ってる人が危機を起こすというパターンがあります。確かに、はい、ね、まあ、で、あと、まあ、一番あの農家にとっての、大事な部分で、はい、米と野菜の値段はどうなんの、うん、これはね、全く関係ないと思います。おー、はいはいはい、うん、だって、日本で作って日本で食べるんやから、はい、よその国のいろんな外的要因は何も働かないので、うん、はい、日本で天候不順が起きて不作になれば値段は上がるし、日本が天候が良好で豊作になればもうベタベタの安さになります、はい、値段は安い、だから米も、野菜も特に関係ないね、はい、ということやと思いますよ、ね、うん、で、いつものごとくほうれん草を作っていってですね、カンペが下に隠れていったので、はい、はい、出します、はい、あとね、ただあのまあ農業とはちょっと違うけど輸入食品は引き続き高騰するんで、輸入食品ね、でロシアに制裁すれば何が起きるかというとカニが値段上がります。あ、カニが入ってこなくなります。はい、もうカニはしばらく諦めた方がいいかもしれません。まあね、あの結局ね、ロシアから何を日本は輸入してるかっていうとね、うんうん、石油、うん、天然ガス、うん、あとは石炭、これで7割ぐらい占めるのよ。あ、そうなの、うん、で、あとね、アルミニウムとかバナジウムとかいう鉱石ね、うん、そういうのがあって、その次に魚介類だよ。魚介類がロシアからの輸入の 8% なの。へー、だからその魚介類というのはほぼほぼカニやと思う。カニ、カニ、カニ、カニ食えなくなります。カニ食えない、うん、ただね、これね、こっから先はいろんな考え方があるんでちょっとあれなんですけど、まあ、こんなんね、ウクライナに対してさ、あんな侵略をするという国はさ、もう本当に怖いですよ ね。核兵器も持ってるって危険やんか。だから、やっぱりウクライナを助けるという意味でも、うん、アメリカ軍と日本軍というか自衛隊は、北方領土の周辺に軍を配置して、牽制してあげないとあかんと思うよ。それがウクライナを助けるということになると思うよね。うん、ね、だってロシアはあっちの方へ集中してるわけだから、軍をさ、うん、だからね、そんなこっちの東方の方なが手薄になってるというので、う、ね、東方の方が手薄になったら日本は行くよっていうのを見せるだけでも、うん、うんねうん、だからやっぱりそういうのを中国とかも見てるから、うん、中国が何かしようと思ったら日本は横まで来るよ、なんかあるよ、うん、それが抑止力になるよな、うん、でひょっとしたらロシアってこのまま経済封鎖がまあどうかうまいこといくかどうか知らんけど、うん、その効いてきて国が破綻するようになった時は、うん、ひょっとしたら北方領土が帰ってくるチャンスかもしれない、ね、なるほどね、話し合いなんかであんなロシアなんか絶対返してくれるわけないから、うん、でちゃんと日本が何か有事があった時に出て行ってね、領土を保全しに行くんだっていう姿勢を見せたら、そんなら尖閣諸島とか竹島とか、うん、あっちの方も、うん、日本は黙って見てる国と今思われてるけど、はいはい、やるときはやるぞっていうね。そうね。うん、見せんとね。まあ、農業とかけ離れた話なんで、あれなんやけど、でもさ、あと、もう一個な、昔、戦前な、日本が満州国とか作ってさ、あと朝鮮半島とかさ、植民地支配ということで、やってるやん。でもあれってな、赤字ですから、うん、満州国も朝鮮半島も赤字経営なのよ。日本としては損してんのよ、うん、でいろんなもん開発したけど何も回収もできんし、ね、
で、領土を広く取るということは赤字になるんだっていう、うん、分かる道一本引くんだよ、ものすごい広大な道引かなかん、ね、うん、領土が広かったらロシアは大金持ちにならなあかん、確かに無駄な土地ばっかり持ってても、うん、な、で、あの北方領土だってさ結構大きな島やけどさ何人住んでんのよ、うん、ほんまね、うん万人も住んでないじゃないの、うん、な、何のメリットもロシアにとってないけど、はい、あそこにでもミサイル据えられたら困るわけやんか、うん、ロシアみたいなそのわけのわからんこう、ね、人の国へ侵略してくるような国が隣にあるっていうのがめちゃめちゃ恐ろしいわけよ、うん、そうや、それも核兵器持っててさ、そうや、でそのような似たような国がさ他にも日本の周りにはあるわけよ、うん、こんな怖いことないんだよな、うんうん、だからまあこのそれには日本に入っていったら逆にやられるよっていうのと、うん、あとは経済力だよ ね、うん、お金はいっぱい持ってるよっていうのがやっぱ国を守る力やからな、うん、まあちょっとだいぶ農業とは離れた話やけど、そうね、まあこれは素人考えでね、こういうのは専門家がもっとおってさそんなのは違うよっていうのはあるんかもしれへんけど、うん、一般庶民もこういうふうに思ってるんだっていうのはね、うん、まあちょっと今回は言ってみました、はい、まあこの通りになるかどうかもこれが正しいかどうかも知らんけど、はい、はい、最後にね、なんだろうほうれん草のこの袋、はい、袋全然関係ないけど、はい、袋で穴なしの袋と穴ありの袋があるやろ、はい、ありますね、これどう違うのって時々聞かれるのよ、おお、うん、で、あの子もさ新規収納の子もさ、うん、穴開いてるとあかんかなと思って全部穴なし買った言うて、わお、うん、でもね、穴なし買うと蒸れるからね、そう、うん、基本野菜っていうのは呼吸してるから、はい、穴開いてるやつを使うの、はい、で穴なしを使うのはちょっとイレギュラーな時で、うん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 、水気があって水がこぼれるものとか、うん、あとは完全密封にしないと、カビダニの穴に入るもの以外は基本穴ありを使うんです、基本ね、うん、はい、玉ねぎでもじゃがいもでもナッパでも何でも、はい、うん、でうちの場合上はここ圧着してね、はい、止めちゃうの、うん、圧着の機械は分かるけどね、はい、上は完全に開いてると刃先がねやられるんで、そう、うん、まあJA 出荷の時はね、ペーンと開いたままちょっとできるとこもあるけどね、まあ、まあ基本これはうちは直売所出荷なんで、ね、もう全部閉じてます、発着かテープで、もう一つは完全にね、まあ最後に全然関係ない話をしました、はい、そんな感じです、はい、ということで本日はおしまいです、はい、それでは皆さん、さようなら、みんな平和になるといいね、ねー。